皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回はミックス犬のポメプーについてご紹介します。ポメプーとはポメラニアンとトイプードルのミックス犬です。体の大きさに関してはポメラニアンとほとんど同じサイズです。ポメプーの性格は基本的に友好的で人懐っこく甘えん坊な気質の子が多いです。それ以上に関しては親犬のうちどちらの要素を引き継ぐかによって大きく変わります。例えばトイプードルなら愛情深く知的な部分が多く見られるのに対し、ポメラニアン寄りだと活発で遊び好きでいたずらっ子、時に神経質な性格の持ち主になります。このあたりは差が大きく個体によって全く変わってきます。個体ごとの性格に大きな差が出てくるのはミックス犬ならではの特徴でもあり、そこに魅力があります。今回はポメプーについてご紹介しました。ペットリフォームのご相談お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。